こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。抗うつ薬とチラミンのお話です。興奮性の神経伝達物質のうちノルアドレナイン、セロトニン、ドーパミンはアミノ基を1個だけ持っているモノアミンという構造をしています。これらは酸化分解するモノアミン酸化酵素 MAO が盛んに働くと体内のモノアミン濃度が異常に低くなり、神経伝達物質が不足してうつ病発生率が増加することが確認されています。さて、モノアミン酸化酵素は人の腸壁や肝臓にあって、チーズやワインなどに含まれるチラミンやマグロやブリなどの魚介類に多く含まれ、ヒスタミンに関係するヒスジンなどの成分を代謝しています。ところが、抗うつ薬の MAO 阻害剤を服用している場合、チラミンとヒスタミンの分解がされなくなって体内に蓄積され、交感神経が過剰に働きかけ、顔面紅潮、腹痛、頭痛、血圧の変動などを引き起こします。チラミン中毒とヒスタミン中毒は症状が似ていますが、決定的に違うのは血圧の点で、チラミン中毒は血圧が上昇するのに対し、ヒスタミン中毒では低下します。特にチラミン中毒では血圧が激しく上がることがあり、脳出血やくも膜下出血を引き起こしたりします。 MAO 阻害剤を使用中の人は、チラミンを含むチーズ、ワイン、ビール、そら豆、ニシン、レバーなどを取らないことになったのです。現在の日本では副作用の強い MAO 阻害剤はあまり使用されていませんが、中毒を起こさない選択性の高い新しい MAO 阻害剤を開発中です。また他の薬でも三環系抗うつ薬や抗不安薬をアルコールと一緒に摂取すると血中アルコール濃度が急激に上がることが分かっています。中枢が強く抑制されるために、運動障害、呼吸器抑制までに至ると危険です。では本日のお話はこれで終わります。